で今日はねブドウの木をちょっとご近所ですか隣ですけど分けてもらってそれのねちょっと清掃しています。ちょっとあっくん台席やってみようか。はい、うん、そうねブドウもですけどちょっとね実際この話をするとまた延々と長くなるからですけど山壊してるの山の状況がやばすぎるのはねもう私あちこちで言ってますけど人間が手を入れすぎですよ。それもあってクマさんが降りてきた時にまあブドウはちょっとあれかもしれないブドウもそうかな、いろんな果樹を切られますよね。今慌てて柿を切ったり何かって言ってねものすごくすごいことをやってると思いますよ。ね私たちからするとちょっとまああれですよね。北斗市とか八ヶ岳のものを大事にする仲間だって先輩たちからすると一気に切られてなくなっちゃうのはちょっとあれなので一応ね中どうなってるかっていうのをお伝えしながら製材してみたいと思います。でうちはね製材担当なので清水さん誰か買ってくれる人紹介してくれてるのやめてください。私ね金に関わりたくないっていうかあんまり得意じゃないんだよね作業だけ好きでボケってやってるのが好きなので製材のとこだけあったら言ってもらえれば今日はねだから輪切りでこうカットされるとかで何か作られるって方はそのまま使えると思うんで一応これブドウ先に綺麗でしょ中割れちゃいますけど逆に言うとね通常品種聞いたけど忘れちゃったすいませんそれは詳しい方ここにキラつくの分かりますかこれキラつくのっていうのはね内部構成でこういうものが入ってます。ちょっとこれも分解側なのでこういうのが出ちゃってますけどそういうね色つやのものを持ってますよね。通常そういうポリフェノールを持ってるって言われるますよね。だからね、まあ、実際にこれ銅管の形成があるとブドウのってポタポタ垂れるくらいいきますよね。だからこの中に内容成分的にポリフェノールがどのくらい残ってるかっていうのはちょっとわからないですけど果樹もね結構昔はね工芸に使ったんですよ。で地域なりで最近炭にしてなんていう方もいますけどもったいないので太いとこはせめても使ってみたらということでちょっとね提案的に動画撮ってみます。見てみましょうね。ね多分圧倒驚くためごろ的な一番言わねえか木見ますよ。木の出方分かります？綺麗でないです。ここのとこはクラック入っちゃうんですけどここですねこういう形ですね。ここのとこクラック入ります。こここのパターン多いですね。銅管形成の方に優勢で中がでこれがまあ大体なくなってくるときに成長期分離期っていうとこがあるんですけどね傷は残るけどここの木の出方わかりますか。奈良のねトラフに近いような木が出てるのわかりますか。この辺のとここの辺のとこちょっとこうひげみたいなのが出てるよね。そっちの中の方がいいかな。そうこんな感じ。ここにおひげみたいの細かい分岐のとこからそこにってだから枝に何て言うのかなブドウの枝の方とかにつながりたかった木目の片鱗がいくつも何箇所も何箇所も、まあ、だからあえてつる性能っていうかこう分かれていくんですけどだから逆に言うとねうまく使いこなせば小さいものでこういうデザインが取れてきます。綺麗ですよねこんな形で。ほらこれの後にってだからこれはね山梨はこれはね工芸に使わないとダメですね。これを炭にしてどうかっていうのは文化的にあっちこっち日本でそれが流行りそうなのはね中を知らないからこれ私の責任ですね。そうだっけ責任です伝えます。だからブドウの木の中っていうのはうち果樹木工をね実際やってたんですけど最近他の工業系統にずっと行ってたらもうやってなかったので
伝えてなかった世代にもなっちゃってるので、こんな感じで木が綺麗に出ますね。だからこういうのを例えばワイナリーだとかウイスキーだとかそういうとこ、あのブドウ園いっぱいありますし、あのそういう時に出た時にこういうのからマグカップ、これ割れありますけど、こういうとこはあの埋めるっていう作業はいくつも出ますし、あの私ね、あのという人がって言わないですけどお客さんで何人かね、あとは10日のデザインの方結構私好きで行き合ったりしてますけど、こういうとこ隙間がありますよね。こういうとこに例えばあのそういうもので埋めてもらって、あのマグカップを使って、通常穴が開くんじゃないかっていうとこをに光をこう回してもらうと可愛いですよね。これマグカップ、これであの穴掘ってやって、穴が開いたところに、まあ、今ででいうとあのレジンとかを入れてもらって、そこがって言った時にあの飲み物を入れてもらったところの下に光がここに抜けるとかっていうのは綺麗ですよね。だから傷があればあるほどそういうね、透過のデザインってはできるんですよ。だからボードの方もここがやれてますけど、こういうとこはね、あの透過方向であの加工すれば、逆に言うとあの反りだとか割れとかを抜きやすくなって、これ割れちゃうんですけどね、こういうの。だこういうのどう見るかですね。あのこういうとこをつなぐことをうまくやってやればね、薄いとボードだったらあのこれだったらね、UV レジンでいける系統でいけるかな、ちょっとこれまだ濡れてますけどね、あのそういう感じでいけるかなとかっていろいろお試しするのにも、あの山梨ならでは、あの身近で手に入りやすい材料ですね。うちはね、今歩いて手に入れてきました、うん、でね、そういう中に含まれてるデザイン、あのこういうのでまたね、何かって言って、うちね、これ断ることはないです、小さいもの。ただね、持つとこが掴むとこだよね、うん、ここでこう掴むので、あの全部がねできない。こういうのはまたね、あの例えばアクセサリーだとかジュエリーとかのああいうのに、例えばこのほら流木とかではなくて、そういうもので提案の一個にしてもらえればと思いますね。だからお持ち込みいただいたのは全部引けることはないです、あの断ることはないので、あのまたお問い合わせ、ただあの ああいう形であの細かいものから何からで今年1年仕事が終わってないので、追加が来てますけど、まあみんなでそれとね、納期合わせながら楽しくやってる形です。あの行政側の方で提案というよりは、やはり個人の作家さんの方のがこういうのをつなげてっていう方のがね、あるかと思うので、あのやられた方はワイナリーさんから出たブドウの木をもらって、でコップとかあのこういう製品を使ってワイナリーの売店であなたたちが売りなさいと、あのある年配の方が高圧的に営業に行って、ただ若い人たちそういう気づきがなかったみたいなので、今となればそういう提案が昔あったんですけど、よかったってことですよね。あのこれを何に使うっていう時に、あのいろんなパターンを見出してください。ちょっとね、木目がてら載せときますね。